はい、は、いみなさんんこにちえっ、ー、と今さっきですねマウリー先生とのアスペクトの解読技法の第8回のセッション終わったところなんですけど、まあ、今日も本当にパワフルな、ねえー、と授業をしていただきました。えっ、ー、と受講生の方の、えー、サンプルリードあのチャートをねずっと解読してたんですけどあの本当にアスペクトっていうのをダイナミックに読むとすごいなと思います。 で、えー、と今日はですねあのー、オラクルカードリーディングあのー、ずっとちょっと忙しくてできなかったんですけどちょっとこれからね私も本当にあのー、えっ、ー、とヴィーナス会員も立ち上がってきて本当にもうちょっと一人でいろいろ準備する時間もなくて。 あの今までずっとね無料で404年半オラクルカードリーディングを毎週欠かさずちょっと,と時々旅行とか行ってお休みさせていただくことありましたけどあの提供してきたんですけどえちょっとこれから少しえ回数を減らさせていただかないとちょっと自分の時間が取れなくなってきてるんですね。 ミラクル会員を立ち上げてそちらの方で今 NG ナビを提供してるんですけどやっぱりあの今すごく大事な時なのとまああの。まああの 少し YouTube で皆さんにも提供していかないと新しい方が私のこと分かって知らないままになっちゃうとやっぱりコミュニティが広がっていかないので、まあ、会員さんにはよかったら是非ですね皆さんに口コミでシェアしていただきたいんですけどであの、えー、と最初はねあのそのフルエネジーナビの一部だけを YouTube で流してあとは是非「ミラクル会」の方になってくださいっていう風にしようと思ったんですけどその一部だけ流すとかっていうその何て言うんですかね 編集とかする時間もないんですねで今までちょっと2つ作ってたんですけどそうするとまたそれがすごい負担であの結構やっぱりあの皆さんはまあ動画ね長い時1時間半ぐらいになっちゃいますけど、えー、の見るだけですけど私がその1時間半とか1時間の動画を作るために相当な資料をっと資料を 分析してね、えっ、ー、といろんな方がいろいろ言ってることもちゃんと含めた上で、今一番大切なメッセージ何かなっていうのでお伝えしてきているので、やっぱりあの相当な工数かけた私のまあなんていうんですかね、私の愛を注ぎ込んだあの動画なんですよね。だからちょっとエネルギーナビもえっ、ー、と YouTube ではそのうちやっぱりちょっとあの。 あ,のああいう形で資料をたくさん作って2つ動画っていうのはちょっと無理なので、まあ、これからはこういう形で言葉でちょっと伝えてあとはですねあのやっぱり宇宙のエネルギーを知ってよく知ることすごく大事なんですけどあのそれを皆さんに分かっていきただくてずっと作ってきましたけどあの正式にミラクル会員の会員サイトもできてね今やっと半年できたので、えー、あのやっぱり。 続けてあのいろいろ星のエネルギーが分かってくるとあの生きやすくなったなって思ってらっしゃる方はですね今3期を受け付けてますので是非あのあのワンコイン5ドル55セントですからまあ、600円ぐらいになっちゃうかもしれませんけどもあの、えー、とそちらで是非ですね「ミラクル会員」の仲間になっていただけたら嬉しいなと思ってます。でで今日はあのお約束したんですけど週刊オラクルカードじゃなくてえっ、ー、と ののタイミングで、あのー、これからの夏、今度の秋分の日までの、あのー、これから本当に、あのー、もうすぐ6月の終わりから、えー、エネルギーをグッとシフトしていってで7月8月、うん、9月ぐらいはすごい火星、えー、が逆行してきますからおしついたで,でその辺はすごく大事なテーマになるので、えー、とミラクルカインさんの方にはねきちっとそういう、あのー、お話もしていこうと思ってます。であと でですすからぜひですね、よかったら下にリンクを貼ってきますから「えー、とメラクル会員の」の、えー、お申し込みフォームからお申し込んでください。で今回からあのやっとですね、あのー、その立派なねお申し込みフォームを作っていただきましたのであの今まで本当にあの、ま、申し込みフォームにプンっていくだけであの YouTube でちょっとご紹介するだけでやってきましたからでこれからはやっぱりあの私があのやっぱ書いてね うん、少しブログとか温度メディアというんですけど私がやっぱり皆さんに情報発信していることをですね、えっと、ちゃんと形に出してですね書くことでやっぱりあの動画でいろいろ最初は読むだけじゃ分からなかったと思うんですけどやっぱり動画ではすごいなと思ってあのかあのあ覚えておこうと思ってもやっぱりちょっともう一回見直してメモしなきゃっていうのじゃなくてなんか言葉にしたると両方できっと皆さんも分かりやすいだろうなと思うので、まあ、そちらの方の時間も取りたいと思うんですね。 だから、えっ、ー、と、そういった意味で、ちょっと、あの、今まで YouTube の方にものすごく、あの、エネルギーを注いできたんですけれども、少しずつ、私の、あの、もうちょっと、えー、次の段階に入っていく、えー、準備として、少し、えー、時間の配分を変えたいなと思ってます。で、今、今回の、あの、オラクルカードリーディングは、その、月始から今度の終分点までの、この夏の、 ラクルカードリーディングとして今回は A と B と C の、ね、3, 3, 3つバージョンをですねで今日は初めてですねあの携帯で撮ってます携帯だと1回ちょっとストップができるので、えー、とそれで、えー、と皆さんにあの提供しようかなと思ってますあストップできるのかなこれもしかしたらできないかもしれないですねはい <laughs> はいえっ、ー、とそれでまああの 多分ね。週刊オラクルカードじゃなくて、満月新月のタイミングぐらいで、あの月2回ぐらいにしようかなと思ってます。ごめんなさいね。でもあのやっぱりあの優先順位考えていかなきゃいけなくて、私自身もオラクルカードはとっても面白かったですよね。いや月の今のエネルギーこうだなと思って出すと本当にそういうエネルギー来るんで。でもやっぱりあの本当に祈り込んでおろすので、<laughs> 綺麗に掃除してとか。結構やっぱりまあ、それが私のリチュアルだったので。あの。 良かっっったんですけどやっぱちょっとねあのそれから私の場合いろいろ細かいメッセージを書いてちゃんとなんどんなカードが出てきましたっていうことも書いてたんですけどちょっとこれからはそこまでのサービスできないので動画を見ていただいて必要ならば皆さんでメモを取っていただいてというふうにお願いしたいと思います。はいそれじゃあちょっと長くなっちゃいましたけどあのー、ぜひですね皆さんハートに手を当ててですねでちょっと A と B と C のカードどれがいいかちょっと選んでみてください。 じゃあよかったら必要ならここでポーズとってくださいね止めてねはいじゃあ、えー、今から A のカードを引かれた方をのリーディングをしていきたいと思いますでえっ、ー、と私は今回 B だったんですけどえっ、ー、と今回はですねいろんなカードをミックスにしました、えー、と今までいろいろ使ってきたカードも含めてるんですけど一つは あのアルケミーパスあのアライオラクルカードって昔最初の頃よく使ってましたねでクリスタルのこともっと先生知りたいっていうようなあのアンケートで会員さんもおっしゃるんで,で私は、まあ あのクリスタルヒーリングのプラクティショナーでもあるんですけどまた今度クリスタルパワーストーンの,あのクラスを取るのでまたそんなところで少しずつ皆さんにそういうエネルギーワークのこととかクリスタルの話なんかもしていけたらいいなと思ってますあの私はあのエネルギーナビゲーターと言ってるのはなぜアストロージャーと言わないかというとあの今回の第3期のミ、えー、ラクル会員,さん会員の募集の あのセーールスページね、あのここクリックしていただくとありますから、えー、とそこをご覧いただいたらわかるんですけど私のミッションはね皆さんが一人一人が自分の本当のエネルギーに気がついてねそして恐れを手放してあの宇宙と行動を想像していくサポートしていくのが私のミッションだと思うんですねもうちょっとかっこよく書いてるんですけど、うん、だからあのいろんなエネルギー,ルギーワーク私が共通してやってることは全部エネルギーに関係してることなんですね。で、 えとまあ、魂中心のアストロ,ロジー、コンシャーセンスアストロジーも含めて魂中心のアストロロジーはまずメンタルにきちんと自分の魂の設計図としてネタルチャートを読んでいく、ね、でそこでいろいろ理解できたことでストンと分かるとかなり癒しが起こりますであとは感情を消化していかなきゃいけないので感情を消化していくためにアルクトゥルスのヒーリングセッションとかそれからアルケミックリスタル・ボールの、あのーえー、とヒーリングサウンドですね。それとか えー、やっぱりクリスタルとつながっていくっていうようなこととかそれから、まあ、ミラクル会員の皆さんになったらあの私があの特別特典動画で、まあえー、と気候体操とかクンダリーニーヨガとか,のとか呼吸法とかのいろいろ動画をプレゼントしてるんですけど今回アンケートであのたくさんの方がそ,そのプレゼントの動画とても良かったとで。実際にこの、えー、と自主規制で あのお家にいた間にそれを一生懸命やってみたらなんかすごく疲れてたりとかこうあの気分が散漫になっちゃってたのがスキッとしてね頭はスッとしてねあっ晴海先生が伝えたかったのはこういうことなのかななんていうことをね分かっていただけたっていうのでやっぱり体もしっかりと波長を整えてね波動を整えてやっぱり自分のオーラを輝かしていくことで本当に私たちって。 あの、自分軸で自分をありのままで、えー、生きていけるんだなと思います。そんなようなことをずっとこれからも続けていきたいので、えっ、ー、とこれからもよろしくお願いします。また、長いえっ、ー、とイントロになっちゃいました。はい、じゃあ a の方から行きたいと思います。a のね、カードを選んだ方、最初に出てきたカードはこのクリスタルアロイカードでえっ、ー、と燻製たのひであのヒルナイトが出てきたんですね。 クンザイトってとヒデナイトっていうのは同じような種類のクリスタルなんですけど、あのー、クンザイトの方がちょっとピンク色っぽいんですねちょっとこれ白っぽいですけどでこれがあのヒデナイトですねで、えー、ちょっと成分が違うんですけど基本的に同じクリスタルで,で、まあ、これ「ジョイグラティテュード」ってカードが出てきてますで,ですから「喜びと感謝」でまあこれ水のエネルギーなんですけどやっぱりいいというようになってて。 このカード引かれた方ね A の方はね結構あのそういうなんか感情を本当にあに癒してね、えっと、もう本当に受け取っていくエネルギーあの喜びと感謝であ,のありのままの自分をもう受け取っていいんだよっていうようなメッセージが今回いっぱい出てるんですよね本当に喜びの色ですよねピンクとねレインボーもあるしねで本当にあのグリーンがたくさんあってね ピンクとグリーンって本当に癒しが起こってきてるのでこのやっぱりカニ座の0度の日食でしたからやっぱり感情をしっかりと癒していくっていうインナーワークをしてきた方があのそういう本当になんか穏やかな、ね、気持ちで宇宙のこう導きをこう受け入れられてきてるような感じがしますよ。で、えー、次のカードはえー、っとあるからこれね昔使ってたことあるんですけど。 あのこのオラクルカード「トゥルフォ o r t r a n s f ー r m a t というカードがあるんですけどそこから1枚引きましたなんか12345種類のカードから引いたんですけどでこれまた素敵なカードでイノセンスが出てるんですだからイノセンスっていうのは無邪気さですけどね、うん、宇宙にこう本当に子供の無邪気な子供に戻ってね全部委ねてねいくような無邪気さですよね。で多分ここのカード来ててるってことは あのー、今までずっとねなかなか素直に宇宙のことを信じられないとかあ自分はダメだダメだダメだって自分を批判してたりとかねそういったことがあったんでしょうけれども多分、えー、とこのカードを引かれたっていうことはそういったことも全部入れてこうシャドーワークをしてきたことでねなんか本来本当に宇宙に守られてるなっていう海洋性の導きみたいなねこれほんと水の色じゃないですかこれ、ね。だからそういったことに ああそういう自分でいたいんだなっていうような感覚を今味わってらっしゃるんじゃないですかね、うん、あのただの、えー、と無邪気に「えー、とお任せ」で何にも自分はしないではなくてやりきったからこそあの本当にもうここまできたら全てをお任せして。 本来の自分になってもいいんだっていうようなことを許せるような感覚になってきたんじゃないかと思うんですよこのカード引かれた方ねこの A のカードの方はねすごくあの,あのみんなね面白いんですけどちゃんと A と B と C でテーマがきちっと出てるんですねでえっ、ー、と3枚目はですねえっ、ー、とこれは何ていうカードだったかなえっ、ー、とちょっとここにえ本あアクティベーション オラクルカカーードドとかっていうカードなんですけど、えー、これも引いたこことありますね。これでこのあのえっ、ー、といろんなあの、えー、正規化学模様みたいな模様が出てるんですけどこれね7番でクラウンチャクラが出てるんですよね。だからやっぱりこの絵のラインの方はそういう今までのこうマインドとかあのー どううしてこうなんだっていうふうにこだわってきたようなことを一つ一つ取り落としながらシャドウワークをしてきてこの日食でしっかり手放すっていうことをしてなんかあの第7チャクラクラウンチャクラですからもう本当に光がガーッと降りてきてねあのすごい癒しが起こってるっていうかあの導かれてるっていうかなんか本当に穏やかにこの,あの日食を迎えられたような気がします。 うん、で紫だしねだからあのやっぱりそこを原点にちゃんとどういう糸をねセットしたかが大事なんですよねあの日食の時とかね今回本当にすごい日食でしたからちょっとあのお茶飲みますね。あのずっと丸井先生の授業で2時間半話し続けてたんでまたちょっと喉が、うん、あの以外がしてるので今ちょっとバイニュクエキスにあの蜂蜜入れて。 えとちょっと飲ませてもらってますけどあの何話すんだっけあそうそうそう,そうだからあのー、多分次のステージにいくんだと思いますよ、うん、波動が今ね、あのー、今年は今度の「エネルギー仮面」でもお伝えしますけど食が普通4回ぐらいしかないのが多い時と5回ぐらいなんですけど今回はあの月食が2つあって真ん中で皆既日食っていうのがパターンで6回もあるんですよね今年。で 特に今回のカニダの日食はものすごいパワフルな日食なんだけれども全部逆光ほとんどの星が逆光しててだから何かを新しく始めるタイミングだけど種をセットして糸をセットするけれどもあとは食の時っていうのは本当にねあの針の穴に落とした形でね宇宙からのエネルギーうわーってきますからもう何が起こってくるか分からないんですねだから、えー、ちょっとしばらく待って何が起こってくるかを見て。えー 最終的な判断とか何か次のステップは何かなってことをするタイミングです。うん、で職の,の時っていうのはもう職の半年前からそういう傾向が起こってくることもあればで実際半年前はちょうどねあの夏至の直後のすごいえー、と、矢、うんえー、木座の4度の金管2がありましたねその時にミラクル会員スシステムを立ち上げたんですけど私。 あその頃から起こってきたこともあればこれから半年後ぐらいからもっと続くこともありますので今は割と穏やかに過ごされている方も、えー、あの6月28日か9日ぐらいから火星が保湿座に入っていくとエネルギーがスッとシフトしていきますから月もね乙女座からポンとあの双子あの天秤座に入って。 本当にカーディナルエネルギーが強くなってきますからそうするといろいろ物事動いてきますどんな導きの波が来るかわからないけれどもその波が来たらぜひその波に乗っていきましょう波に乗りながら、えー、今を生きるということがすごく大事なんですけどこの皆さん本当にね今たくさんのねあのメッセージ受け取ってると思います a の方はえっと今本当には 地球の磁、ね、場そのものの磁力がね、重力がすごく軽くなっているので私たち、本当にいらないものをどんどん手放すこともう周波数もすごい軽くなってですね、たくさんのメッセージダウンロードできるような状態になっていて私なんかも瞑想するとすぐふっと瞑想の,こうあの意識に変え、まあ、なりますので是非、ね、今はそういう自分の時間をとってあの自分と向き合う作業を続けていきましょう。ね。これは A の方だけじゃなくて、皆さんに共通ですよ。 でえっとえっと、最後にあ,の、まあ、あと2つ、えっと、ずっと今までメインでやってたこのカードですね何ていうんだっけちょっと忘れちゃったっジオメトリーオーラクルテックですねセークレットジオメトリーのでこれがあの63番でというカードが出てるんですこれもねあのやっぱり木の器っていう意味なのでそうやって皆さんたくさんのダウンロードをしてきてで木が出てきてるのはやっぱり、ね、グラウンディングすることすごく大事です。 呼吸法をしていろんな情報をただ上にわーっていくだけではなくてクラウンチャクラも本当に活性化してますからそこで受け取ったものをしっかりと木の器で大地に根ざしてグラウンディングしてくることで、えー、皆さんに最後のメッセージは「ミラクルズナオのカードから「<laughs> My eyes will see what I desire」私の目は本当に私が欲しいものを見ますと。だかから今までは何か 外側の基準に従って、えー、自分の外に出て外から外の基準に合わせてそれと比較して自分を見てできてないできてないって自分もいろいろまだダメまだダメってやってきたかもしれないけどやっぱりこの何年間かずっと自分との,あのインナーワークをしてやっとこの,あの日食でですねあの本当にやりきったっていう感じがするんじゃないのそしてて本当にになんか透明になって自分の。 光がわーっと降りてきてき自分軸で自分の中に入って中から自分が本当にやりたいことに目覚めてきた時に私は本当にこれがやりたかったんだっていうようなことに何か気づけてきてるもしくはこれからあやっぱりそうだったんだっていうようなことが気づけていくこの夏あの本当これからまた激しいエネルギーも来ますけどね、えー、それも本当に私たちが自分らしく生きるための宇宙からの導きの エネルギーですからだから NG ナビ、えー、と本当にフルバージョンでこれからもしっかり提供してきますからミラクル会員の皆さんにはもしかしたら YouTube の方はスキップするかもしれませんごめんなさい本当にねあの、ま、丸井先生の,あの卒業の宿題なんかまだ出来上がってなくて先生からまたあので今度またあのリーディングのプラクティスもしなきゃいけないので。あの で私もどん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 やっぱり学びたいこともどんどん増えているので、えー、と本当にちょっと自分ができることにフォーカスしてい、えー、きたいと思いますのでそのためにコミュニティ作ったので「えー、とミラクル会」の皆さんにまずは提供するあとはあの本当にあの続けていきたいなと思ったら是非えっ、ー、と、えー ミラクル会員になってくださいであとね下に「あのえっ、ー、と魂中心のアストロージー」という動画作ったんですねあの最近私のこと知ってくださった方とかで今まで私あの、まあ、ホームページはちょっとあるんですけどほとんど何もアップデートしてないしで今度はあの えときちっとです、ね、オーンドメディアといって私が情報発信していくものをですねちゃんと作っていこうと思うんですけどでそこの登録していただくと自動的に私の,あの、えー、と公式メールマンが発表しましたからそちらの方にも登録していただけるようになるので、えー、とそこの方からまた私が、まあ、あのあのこういう動画アップデートしましたよとかちょっと気づいたこととか、えー、皆さんに 直接今度は書いた形でお、えー、伝えできますから、えー、とぜひですね私とのコネクションをもうちょっと強めていただくためにも、えー、よかったら、えー、とその動画も見てください、はいえーとね。A のカードの方はそういう感じで本当に、えー、となんか愛と感謝と穏やかさでこの日食を迎えられたと思います。 でえー、とこれからもそこをしっかりと見ていくことでね波が来た時に今を生きてみるといいんじゃないかなと思いました、はい、じゃあ B のカードにいきますよあ、ねはいえー、と後でタイムスタンプを押しときますからでしたにね B のカード引かれた方私も B 引いたんですけど B のカードの方はまず最初のクリスタルのカードが、えー、こ,のこの B だけね、えー、地のサインだとねブラックオプ,シディアンがオプシディアンが出てきましたね オシディアンってやっぱりすごいパワフルな魔除けの石というかプロテクションの石なんですねであの C のカードはやっぱり水のサインのエネルギー出てたんで今やっぱりカニ座の,あの日食でしたしねでタイヤも今カニ座にあってで水星もカニ座ですから。 やっぱりあのあのの感情のエネルギーすごく大事なんですけど B のカードの方はやっぱりこのオプシリアンが出てるってことは多分皆さんね大きくこれから変容していくエネルギーがここ来てると思うんですねこのカードの方はねでまあオプシリアンってこういう石ですいろいろあるんですけど相当すごい素敵なエネルギーなんですけどこれはねカナダの方でできるオプシリアンでオプシリアンもいろんな色あるんですけどねこれはあのサンタフェで見つけた本当に素敵なオプシリアンですけどえっ、ー、と、えー 皆さんがここれからやろうとと、していくことを私もこれからあの、まあ、自分の魂があの、まあ、自分の体が持つ限りねもう私もだん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 やっぱり年齢的に来年もう65でしょだからやっぱりもうこれ以上あんまり無理できないなってできるうちにやろうと思って一生懸命やってきてあともうちょっとなんですねあと23年でな基本的な「コンシャーセンスアストロジー」のことは皆さんにお伝えできるまだまだあの細かいことをたくさんねおつあのおあの教えてあげたいこといっぱいあるんですけど。 やっぱり一つ一つ順番でやっていかないといけないので、うん、だからそういう意味でも本当にあのビーナス会員立ち上げたし、あのーまあ、あの日本ではなかなか学べないアストロージーだからという思いでやってきたんですけどやっぱり本当にだからあのあの、えー、YouTube の方の、えー、あのにかける時間をそちらの方にもうちょっと回していかないともう本当体が。 でも今こういう形でもうちょっとあの皆さんに自分私を知ってもらうための活動も始めていったわけですよ。今まで YouTube だけしかしてなかったからだからあのそうなってくると、まあ、いろんなあの方とつながっていきますから B のカードを引かれた方はねやっぱりなんかこれからいろいろ滑走していく時にやっぱり自分 コミュニティを自分で作ろうかとかと自分はもうちょっと発信するっていう時にやっぱりいろんなエネルギーにさらされるんで、えっと、怖いなって思っちゃうことあると思うんですけどあのオプシディアンがしっっかかり守ってくれますからだからあのぜひですねあのこれから B の方で引かれた方ちょっとオプシディアンをゲットしてねオプシディアンをしっかりとあの置いてですねあのもしくはまあ身につけられたりしてねあのブレスレットでもいいしあのネックレスでもいいんですけど。 であのオプシディアンってやっぱり自分で買った方がいいですあの。人にあげる意思じゃないんで。うん、で,あので、えーと、しっかり守っていただく、うん。クリスタルと守ってくれる。ちゃんとクリスタルをあとうまく付き合っていくとそう、本当に素晴らしいですからね、クリスタルってね。だから、えー、そこをあのそあのしっかりとあの使いましょう、有効に。オプシディアンそれからやっぱりあの やっぱりちょっといつも自分を清めていくっていうようなことね私はまあいつも水曜しますけどお掃除をするとか定期的にあとあの、まあ、あのリチュアル大事ですよね政治を築くとかそういうこともあの意識しながらでも恐れて放してあのきちっと自分は守られてるんだって信じてですねこれから自分が行こうとすることをですね具現化していくって知のエネルギーですからえしっかりとですね具現化していくことがこの夏 えー、がととてても大事ななテーマになってくると思いますあの火星がすごく激しく動きますから、あのーうんあのー、いろいろアクティベーションも起こってきますからあ、うん、そしてちょっとこういろんな怒りとかいろんなものも受けたりとかね投影されたりとかすると思うんですけどもう心配しないでしっかりと、えー、プロセクトしてもらって何が来てもパンと弾き返す感じで,であのいつも自分は光の中で、えー、清めていくような作業をしてみてください。 でえー、とこ,のこのカードですよね、これね、なんだっけ、えー、とあミスティック・アート・メディスンのオラクル、トゥール・フォー、このカードですよね、さっき A のカードでは A のセンスが出たんですけど、B では何が出たかというと、もうびっくりしちゃったんですけど、ミラクルが出てきました、皆さんだからすごい嬉しかったです、うん。私はね、B と思って引いてって、全部裏返して引いて、それで開けてったんですけど、キャー、ミラクルだって。<laughs> だからやっぱりあのミラクルがねあのミラクルと最初は思えないかもしれないけども,あのもう本当に今ねあのこ,のこの2020年本当に自分一人だけでなんか画でやってたら絶対できないようなことをこの「このカニ座の日食」でちゃんと意識してすごい日食だよっていうのは私がもう渾身のエネルギーをかけてね皆さんにお伝えしたでしょ。 ね、あのフルバージョンの NG ナビねミラクル員の皆さんが快く協力して下さったんですよで私ちょっとねちょっと言葉足りなかったんだとにミラクル会員さんの皆さんにあのお詫びしなきゃいけないんですけどまあミラクル員の皆さんには別途にとっても大切だったんで金星のサイクルとかおいしさの心芸図の時とか特別な NG ナビ2回今回ね、えー、と提供しているので、えー、皆さん有料で皆さん ちゃんと会費払ってくださってるフルバージョンを3期の,、まあ、あの皆さんの,、まああのやっぱり新しい方入っていただきゃいけないのが一つそれもあったんですけどやっぱりすごく大事なタイミングだったんで、えー、シェアさせてもらいましただからそのね協力してくださったことを本当感謝しています、えー、もしかしたらやっぱりせっかく会費払ってるのに、えー、であのとっても大事な時って言ってもはるみさんはそのあの。 自分のの利益の会,員会員を集めたくってそのために出したんじゃないんですかっていうようなねちょっとあのお叱りのメッセージも頂い,いたんですけどね、うん、そういうふうにあの取られてしまうちょっと言葉が足りなかったあの確かに新しい方にも知ってもらいたいでも本当にねとっても大事なタイミングだったからあのアメリカとか英語圏のねアストロージャーのすごい立派な有名な先生なんですけど私もいつも、うん、彼の会員でもあるしそういういろんな先生のかあの ところあとも勉強して皆さんにそういうのトータルで提供してるんですけどあのその先生も3ヶ月無料でねあの有料で出してるものを出してるんですね youtube であの丸先生もま出してるしねあのそのぐらい本当に今大事な時だから皆さんにお伝えしたかったんですだからえっ、ー、とそれを心よくねあの受け取ってくださったあの あの応援してくださったミラクル会員の皆さんにあ改めてもう一回あのえ感謝の気持ちを伝えさせてください。あとで会員サイトの方で、えー、とごめんなさいね言葉が足りなくってっていうこととこれからもちょっとね時々有料のものなんだけれども YouTube の方でも公開させてもらいますけどそういう時は必ず私の方から エキストラに開票、えー、を払ってくださったミラクル会員の皆さんには何かの形でお礼をさせていただきますから協力してください少しでもコミュニティが広が広っていいいただくといくといいなと思うんです本当にたくさんの人にやっぱり宇宙のエネルギーがこうと一緒になって生きていくシンクロして生きていくあの宇宙の天気予報をねあのかがどんなにパワフルかってことを分かっていただきたいんですけど。 で YouTube だけだとやっぱりあのそれだけになってしまって私の方がやっぱり負担がとてもあの多くなっちゃうのとやっっぱりなんかコミュニティとして育って育いいかないんですよねだからやっぱり本当に今回あの元は何度も言いますけどあの受講生の人がもっと勉強続けたいっていうことをサポートしてあげるためにそういう仕組みを作ろうと思って勉強して、えー、まず「ミラクル会員」さんを作ったんですけど。 それ,それをしてみて初めていろんなことが分かってあコミュニティがあるってこんな素敵なことなんだってすごく勇気ももらってるんです。だからあの あの私だけのコミュニティはコミュニティっていう仲間ですからだから私がみんな情報を発信してまた皆さんがそれを受け取ってくれてまたこう循環していくようなそれでもっともっと素敵なコミュニティにしたいなと思うので一人でも多くの皆さんのお仲間が欲しいんでまたちょっと宣伝しちゃいますけどよかったらあのぜひミラクル会」に出てくださいそれで「ミラクル」が出てきたんでちょっとまた話中断しましたけどあの B のカード引かれた言葉でね。あの まだなんか何も起こってないなとか自分が思った通りのようなことがないとかまだ本当にこれからですから今まだ静けさの中でねでも見えないところでちゃんと私たちの,あの後ろのねあの宇宙のねガイドとかたくさん導いてくれてますでこのカードよく見るとねここにね,なんかねマリア様みたいな像が見え,るんです見えますだから自分はパッと見て気づかないかもしれないけどちゃんとねあの導かれて。 後ろで動いてくれてるからあの波が来たらそれに乗って今できることを精一杯したら自分一人じゃできないミラクルが起こってくるってこの夏楽しみですね私もすごくすごく嬉しかったですこのミラクル引いてうんじゃあえっと次ねえっと次はですね41番でシナジーが出てきましたさっき A のカードの方はねクラウンチャクラかなんかでしたけどこのシナジーのカードっていうのは シナジーって聞いうのはねエナジーがシンクロしてくるっていうかね、うん、シーンが一緒になるんでエネルギーが一緒になってくるとねあの相乗効果が現れてくるんですねだから一つ一つのエネルギーがバラバラになってるエネルギーじゃなくてそれがバラバラになってるんじゃなくてそれが一緒になった時は ただ、えーと、例えば5個だったら5個のものをただくっつけただけだたら111って11が5になったら5じゃなくてですねそれが全部一緒になってくると想像効果があって11が5個集まったんだけどなんか10個とか20個とかそのなんていうのかなこうエネルギーがもっともっとうすごく増幅してくるようなことをシナジーって言うんですよ。で多分、えー、とやっぱりこれ見て私あの,あのなんていうのかな

前にも見たことないようなことでもそれから自分が考えたこともなかったようなことでもですね愛とかそういったものがですね全部重なってくるとなんかえっっていうような新しい形で何か機能してくるようなことが起こってくるそういう周波数がこのシナジーの周波数なんですで41だから4はベースができて1で自分がこうベースでハッと立った時に今って変化してくるじゃないですか、ね、だかだららやっぱりり今ままであんまりよく知らないとか。 あの馴染みがなかったようなことであってもですね、何か今起こってきたことはそっかってまず受け入れてみることで、ああこういうふうにもできるんだっていうようなことが気づいていけて、何か皆さんが蒔いた種がですね、こうシンクルモクロも起こしてこう発達してミラクルのようなことが起こる気がするんですよ。だから私もどうなるかわかんないんですけど、まああの今回また新しくあの。 うんとまあ会員制の第5期も継続で受けてるんですけどあのあのクリスタルパワーストーンのクラスも取ることに決めたしあのまあビーナス会員もねあの本当に、えっと、どういうふうに運営していくかっていうのは私の中で一応こんなふうにしたらいいんじゃないかなってアイデアはあるんですけどやっぱり受講生の皆さんと一緒になってね えといろいろ皆さんの声も聞いて一番いい形を模索する形なんですね。だけどあのやっとここまで来れたなっていう思いがあるのであのすごく嬉しいです。だからそんななような形で、えー、と多分ねあの、えー 自分一人でできななかっったよううこことととがミラクルとして起こって起くるんだと思うやっぱりこうエネルギーの循環コミュニケーションコミュニティがいるってことは一人でやらなくていいのねみんなで一緒にこう作り上げていくってそういうことができるのがコミュニティがある素晴らしさだなと思っています、うん、で、えっと、最後に前回これ出てきたと思うんですけど24まで「カームウェ i ウィンが出てるんですねこのカードねあのなんだっけ「シークレットジオメ m e のデックですよね 2は受け取って4はベースができて6でまあいいの,かあの落ち着いたねでファンクショニングであの、うん、やっぱり自分の中心軸がしっかりと穏やかにある本当にあにこの日食の後はねなんか私本当にもう存在してるだけでも,うものすごい豊かに満たされた感覚になってただただ感謝でいっぱいだったんですけど、うんえー、とまあの常に自分軸忘れないで。 行く時はさっとは出てで、ちょっと恐れを手放して何かもしかしたらいろんなこうあのエネルギーが入ってくるような時もですねえっ、ー、と自白なものが来た時なんかもきちんとですねプロテクトしてもらっているということを信じてですね、えー、そういうふうにしていくことで多分導かれてなんかミラクルのようなことが起こるかもしれませんねで最後にはいこれ、えー、とあのミラクルズなおからなんですけど Obsessing over the outcome of a relationship gets in the way instead I let go and allow これどういうことかっていうとあのね、うん、と何かのリレーションシップそれがあの人間関係であってもいいし何か自分仕事と何かあってもいいんですけど何か自分と何かの関係がですねのそ,のその結果がどうなるんだろうっていうことにだから何か例えば私がミラクル、えー、とミラクルじゃないかなビーナス 会員さんと私とどうやっていこうかなみたいなことで自分でこうなんとかうまくしてみんなが満足させなきゃなんて思って満足してもらわなきゃっていうふうにオブセスティングがはそういうなんていうのかなあのあ日本語が出てこないオブセスティングこうこは過剰反応っていうか、うん、とあの過剰にね、うん、と執着しちゃうっていうかね、うん、ちょっと言葉が出てこないなごめんなさい、うんう,うふうにしてしまう傾向が出,て出やすいからね。 だからそう,そうじゃなくてもう本当に種をまいて波が立ってきたらそ,そこにいて今を生きてねそしてレッツゴーアンならあとはもう宇宙を信じて何か起こってきたらそれをこう受け止めてそして不安とかなんとかちゃんとやらなきゃとか成功させなきゃとかみんなに満足してもらわなきゃっていうものを手放してねで一緒になって作り上げていくそれをやっていくといいんじゃないかなってこれ私の立場に乗って読んだんですけどそんな意味ですよ。 なんか何か皆さんがこれから B のカードを引かれた方はこれからやろうとしていくことからにの結果がどうなるかということにあの自分がゴール決めたからそうしなきゃっていうんじゃなくてもしかしたら何度も言いますけど自分が行こうとしてる方向じゃない方に波が来るかもしれないしでもそれはそれでまずは手放してそこに乗ってみることでなんかあらをね許して宇宙の導きを許してくると多分自分一人じゃ気づかなかったようなミラクルが起こってくるんじゃないかなと思います。楽しみですねはい じゃあ、b のカードはこれで終わりにします。はい、じゃあ、次はですね、c のカードになるんですけど。えっ、ー、と、c のカードは最初に出てきたのが、ええー、ナーチャウィングというネイチャーか。イーチャーだから、慈しみ育てるんで、ラリーマーが出てきました。ラリーマーとラリーマーですか、日本語だとね。で、あのラリーマーっていうのは、あのこ、この石がラリーマーですね。この、この、あの、えっと、この、何。 指輪の真ん中にある石もそうです。時々私あのあのブルーの大きなペンダントつけてラれマのところもラリマーなんですけど一つはね。であのラリマーっていうのは世界三大最大ヒーリング三大ヒーリングストーとも言われてますよね。であのドミニカ共和国っていうところがあるんですけどカリブ海のところにそこでしか取れないんですよ。 であのまあダリマが来てるってことは皆さんやっぱり今ねあの本当にあの自分がこう思いやりを持ってこうこうはお母さんがほら水の中で赤ちゃんを抱いてるでしょそれがナーちゃんのエネルギーだから本当カジのエネルギーですよねそういったエネルギーが今年こ,この夏はとても大事みたいそういう自分を許すっていうかまたそういうエネルギーを受け取る そして皆さん自身もそうやってあのお,お母さんのようにみんなを育んでいく、うん、そういったことが今回の最初の大きなテーマみたいですよこの夏。ねでえっとそうすることでねあのこのなんだっけ「ミスティック・アート・メディスン」はこういうカードが出てきました。見えますあのガーディアンスってカードなガーディアンっていうの。はまあだから 守護,守護の人たちですね守護神様とか守護霊様とかみんなをこう守ってくれてる人であのここいっぱいねなんか星もあるんですよねこうねいっぱい火星みたいなとか。だからあのこのカードが来てるってことはね多分あのやっぱり宇宙とね ががっっててててき始めるるととちゃんんん宇宙からたくくさんのガイドがねね守れですよ、ね、私なんかも本当にいつも守ってもらってるんですけど、うん、あのあアルクトゥルスはいつも守ってくれるしね私あのアルクトゥルスのヒーリングチームとつながってるんでだから何かあると常にあ「アルクトゥルスお願いします」って本当にねあやけどもすごいやけどしたんですけどこんな治っちゃいましたねあのちょっとこれねあのね気候対策でパンパンってやる時にここがねあの ししたたちょっっっと痛くくてしばらでできなかったんですけどそれがねやっぱりこれいつも必ず毎日やるのでしばらくちょっと23日できなくて辛かったけどでも治っちゃいましただからあのあ話がまた脱線したけどそんな感じでねあのちゃんと宇宙とつながっていくとたくさんの、えー、とガイドが、ま、守ってくれてるようなエネルギーが来ててナーチャリングを送るから,からそういう気持ちで自分のありのままの自分とかいいところも悪いところもこれが自分なんだっていうようなことを しっかりとこう、えー、受け入れていくようなことが、この夏大事かもしれません。で、やっぱり火星が結構、あの。おひさに入って、また、あの。今度、あの。ミラクル会の皆さんには、エヌジーナビとか。ね、あとは、まあ、あの、今度、メルマガをするんで、ちょっとずつね、メルマガ。で、皆さんに、私が、ちょっと大事だなと思えることは、今度は書いてね。あの、お伝えしようと思ってますけど。あの、三月に、あの。三月の。 新聞の後から、えっと、おひ座の新月になるまでの間に YouTube でも私に動画を毎日上げましたねあれ本当に激しいエネルギーが来て大変だったからなんですよねで2期の、えっとえっと、会員募集もあの時しましたよねであの時に、あのーえっとえっと、土星木星土星冥王星っていうのがみんな矢木座にいたでしょで今 土星は、えっと、水亀座に行っちゃったんですけど、また順学校してきて、もうすぐ。また来月の2日ぐらいになってくると、ヤギ座に戻ってきますからね。うん、だからまた、この三つがまたヤギ座に固まってくるんですよ。でその時に、あの3月の時に、火星がそこをずっとアクセスしたって、火星と木星、火星と天皇星じゃない、あの冥王星、火星と土星というサイクルがまた始まってたんですよね。今、あのアスペクトの授業を受けてる人、はよくわかると思うんですけど、でそれが。 なだから3月ごろにいろいろ大変でうわーっていうようなエネルギーいっぱいあったでしょあの時はほら COVID-19 コロナウイルスもすごい一番大変な時でだからそれがもう一回あのアクティベーション来ますからちょっと大変なことあるかもしれないけどでもそれをもっとあの高い波動でねうまくそういうのがある来るんだけどあの導かれてるってその頃のことから学んだことも考えて。 ちょうどその頃でやったことがあの始まったことがね。あのちょうど最初のファーストクォーターっていう。あの最初のスクエアはやっぱりあのクライシスのアクションなんですよね。だから今までのそのそのやり方と今度新しくアクションを起こしていく時のこう。あのギャップみたいなので、調整が起こってくるタイミングなんですよ。そうでしょだって。あの頃はもうロックダウンで、もう自粛で出ないでって言われて、今やっとこう。 もう少しずつ開いていてく。でもまたなんか何人も感染とかって言うんでいかにずーっと家にいるわけにもいかないから今度は、えー、積極的に外にも出ていくけれども自分を守ってっていうなんでどういうふうにこうそこで折り合いをつけてい,いったらいいかみたいなこととかをこうやっていかなきゃいけないエネルギーでしょ。うん、かなりもうヒントあげちゃいましたよ。これね。あの かそんなことをルギナビで今度またお伝えしようと思うんですけど、えー、とそんなようなことも起こってきますけど、あのー、まあ導かれてるんだって信じて行くのがすごく大事かもしれないでやっぱりとても大事なことはやっぱ自分を大切にしましょうねそして自分をしっかりと受け入れそうするとあのご家族とか周りの人もそういうエネルギーで包んであげることでなんか皆さんは C のカード引かれた方はねそれが大きなテーマになってるみたい、うん、でそうすることでね、あのー、このあのー アクティベーションのカードはあのー、26番でエンンパワーメントが切ってるんですよねだからなんかすごく力がねなんか活性化してくるっていうか力をもらえるっていうかねあのー、なんか「あ私これでいいんだ」って自分を思いっきり出せるようになってそれで何か皆さん一人一人のオーラも輝くようになってだからやっぱりあのうん。 あのぜひねミラクル会の皆さんはくんだりヨガとかあれだけ呼吸法とか気候対策みたいなことも出されるといいと思います本当にちょっと体に優しくするってことすごく大事なんでそうする感じでなんかスキッとしてね本当にそれをやるとねもうオーラがふわーっとね輝いてくる自分のオーラがしっかりとねあのあの感じられますからあのそうしていくことでねなんかこうエンパワーメントすると思いますよ。ね、あの本当 どの,どうあのセッションを見ても今大事なのは自分の軸をしっかりと持つっていうことがすごく大事なんだなっていうのをメッセージを受け取ります。でそうすることでシ、えー、C、のカードの方は54番で「ジューンコンパニオン」ってのが出たんですよ。ジューンコンパニオン6月のコンパニオンちょうど6月でしょ今で。これねコンパニオンって仲間なんですけど綺麗でしょ後ろの方になんかあのフラワーボーライフのパターンがあって。 こで,でトンボとチョウチョって共通点何かっていうとイナゴからトンボになるチョウチョは毛虫からチョウチョになるトランスフォーメーションの天気ですよ、うん、だからあのー、よーく自分を育んででこの夏じっくりとじわ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 と自分をあのナチュラリングして慈しみとさせて 思いやりを持って自分のペースも大事にしてカニ座だからね金リさのサインだからねそうすることで本当に大きく変容していけるような感じがします。であの ABC 共通なんだけどあの今本当にあの今度のまた NG ナビでみんなにお伝えしてあげようと思ってたんですけど。 あのー、確かその春ごろにね今大変だよでもねトランスフォーメーションするためにはね毛虫からいきなりちょうちょになれなくてねさなぎの状態があるんだよってすだから今まだ私さなぎの中にいるんですよでももうすぐ出てくるでさなぎにいる間はなんかほらこうドロドロに一回溶かして毛虫の体をで次はどんな形になるちょうちょになるのかどんボなのかどんなになるかわかんないけどでこの間の日食は私は。 こんなふうになるんだっていうのをこうよくセットするした時だと思うんですね。でそれをまたよくナーチャリングして,そのク,リサリスってクリサリスっていうのはそのさなぎのことなんですけどさなぎの中の,その自分をよくあのいたわってあげてねであの守ってもらってるガーディアンがいてシーンの方,方はねでエンパワーメントしていくとトランスフォーメーションしていく。で最後のカードはは皆さんはこれです If I want to feel supported, I must support myself。この最初のナーチャーのカードもそうなんだけどもし私がみんなから自分はサポートしてもらってるなサポートされてるなって感じたかったらまずは自分をサポートしなきゃダメあの多分ね死のカード引かれた方今ちょっとメッセージをせてきたんだけど すごく優しくて人にたくさんの思い揺れを持って自分のことを無視しちゃうのかもしれないでこんなに私やってあげてるのにみんながそれを分かってくれない、うん、やるだけで当たり前にされちゃってで私が本当にこんだけやってあげてるのに私は全然サポートもらえないっていうふうに思っちゃってるかもしれませんちょっと切り替えてみましょう。だから皆さんが、えーと まずみんいろんな人をサポートするのもいいんだけどまず自分をナーチャーする自分を大切にする自分を自分でまずサポートしてみるそして自分がサポートを自分をしてれば自分はそこである意味満たされますからサポートっていうのはね下からサポートちゃんとこうやって支えるってことだからこの自分が支える自分カニ座ってね IC のハウスなのね4ハウスですから4ハウスっていうのはそのチャートのサポートシステムなのだからそこはやっぱり自分で きちんとと自分のサポートシステムを作ることが大事だから自分のペースで自分をしっかり豊かに育んで自分の家庭とか自分の居場所とかそういったことで自分をエンパワーメントしていくとちゃんとねトランスフォーメーションしていけるからそういったことの取り組みがするのがこの夏のの夏課題のような気がしましまた、うん、今思いついたことをお話しましたけどこれからなんかこんな感じでなんか3枚引きでやっていこうかなと思ってます。うん ということでもし1週間ごとできたらこんな感じですけど今までのように、えー、どのカードはどれっていうのはいろいろ書いたりする時間もちょっとないので、えー、とこんな感じでよかったらこれからも皆さんと一緒になって私もオラクールカードすごく好きなんで。えーと やっていきたいと思います。本当あの今までねたくさん応援してくださってありがとうございました。よかったらぜひですねチャンネル登録とよかよかったらぜひ高評価ボタンも欲しいし、それからあのやっぱり皆さんお友達にちょっとシェアしていただいて少しでもお仲間が増えたらいいなと思ってます。そして公式メールマナガの方もぜひ登録お願いします。あの魂中心のアストロイジージってどんなのかなってあの思ってらっしゃる方はあのそれを見ていただいたらいいし、であの。 3期の,のミラクル会員さんのねあの受付フォーム下にありますからもう会員さんの方でよかったなと思う方はなんかそのリンクをねあの誰かにあの送って差し上げてよかったらお仲間になっていただけると嬉しいと思います。あのこれからね、まあ、のまたね新しいアイディアみんなからアンケートもらったんであじゃあ今度こういうふうにしていこうとかねいうの今度発表しますから楽しみにしててください。じゃあ本当にあの4年半 私もなんか今度新しい本当にまた新しいフェーズになっていくんだなっていうのをすごく感じていますでこれからも皆さんと一緒にあの宇宙とコークリエーションできる素敵なミラクルを作り続けていきたいなと思ってるの、ね、で、えー、みんなでミラクルを共同創造していきましょうね Thank you so much and so much love はいどうもありがとう